はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ポケモンサンムーン第7世代のダブルレッド対戦実況を今日もやっていきたいと思います。 YouTube ライブ前回のやつからずっと穏やか電磁波ボルトしてシーンと日本バレクレセリを使ってます。まあ日本バレと電磁波のコンビネーションで相手のアメパーティーに対して切り返しをしていく、まあそういう意図があります。ボルトーズはそうですね、特性いたずら心が相手の悪タイプに無効化されるのと、状態異常である麻痺、電磁波が命中率が不安であること、そもそも相手がカプレヒデを入れていてフィールド効果はミストフィールドで、相手が状態異常にならなかったり、相手に電気タイプ、地面タイプ、飛来心、その辺特性を持ってたら電磁波があんまり有効に決まらない、その辺の注意点があります。電気デッドコテコ、食べ残しヒードラン、ガルーラ、レイジュランドスと、こんな感じで戦っていこうと思っています。ヒードランに関してはこんな技構成が好きだし、まあ古典的な組み合わせなんですけど、ソーラービームを入れて、草鉄とソーラービームで相手の、まあ、カップレヒレとか倒したり、あるいは日本バレとシナジーがありますんで、日本バレ打ってからソーラービームでトリタドンとかラグラージとか倒せるんで、メガラグラージとか。ソーラービーム採用はすごい視野なんですけど、素早さ調整と耐久調整とバランス、技構成、パーティー全体のバランス、その辺がすごい迷ってるところですね。ソーラービームのアイデア自体すごくいいと思ってるんですけど、どれを採用するかがまだ迷ってるところでございます。データ潜っていきます。サンムーンの最終シーズンなので、対戦数を100試合まで到達したいというのが一つ大きな目標であるんですけど、ちょうど今85試合ぐらいやってるのかな、ギリギリ間に合うかどうかレベルなんですけど、サンムーン発売日までレートができればいいんですけど、確かそう、サンムーン発売日が確か金曜日なんですけど、その金曜日の1週間前からレートがメンテナンスレートとか、まあ、PGL 全体がレートメンテナンス入るんで、おそらく対戦できなくなるので、残り時間が限られている中でシーズン100試合までいけるかというところですね。1700個からあと13試合ですね。100試合までいけるかな。オメガルビーアルファサファイアではレート1900超えた動画も撮れたんですけど、サンムーンでは1900行く回がまだできてないから、1900行ってみたい数字ではあるんですけど、現実的にどうかってところ、まあトップ層はねレート2000とか超えてると思うんですけど、ポケモンには環境とかメタゲームってものがあるので、強い人が結果を出した構築をそのまんまその時公開された後で使っても勝てるとは限らないんですけど、ジンの兄貴さんレート1680、対戦よろしくお願いいたします。お、なんかすげえパーティー来たな。オールロットとランクルスがまあトリル要因ですよね。で、まあ純正トリッパーですよね、これ。猫騙しトリル来るかどうかとか。で、メガ進化がバクーダなんで、バクーダで、あれ、噴火覚えたっけ、これ、噴火か、まあ熱風か、その辺やってくるのかなって感じ。ランクロスが自己再生で粘ってくるのめんどくさそうだね。で、相手メンタルハーバルかどうかはちょっとわからないな。さっ、そうだね、よくある戦術これだけど、これいきます。バクーダって炎、地面だよね。コータスは炎単タイプだけど、バクーダ地面ついてるよね、確か。だから、ボルトーツの活躍がちょっと、電気技の通りが悪すぎて、挑発しか、役割が持たせられなくなるから、化身ボルトスはあんま有効じゃないかなって判断です。取れるように2体並べてくるってのはすげえ予想外なんだけど、これはメンタルハーブ持ってないから見られた対策ってことなんだろうか。
サンバガイランクロスに打ちながらヒードラ身代わり、まあ、ランクルスはエスパータイプなんでトンボ返りが虫タイプで効果抜群で入ります。ランクルスの有力な持ち物としては命の玉で火力強化してくるパターン、特性マジックガード倒してだと思うんですけど、オーラットも普通に動かしてきてるなって、ヒドラの炎技効果なかったんだろうか。この火力は命の玉なのかな。オーラットとランクルスどっちが取れるかで早いかっていうことだけど、多分オーラットだと思ってるんだけど、トリルカでココイルカで打つのはあんまり意味がないけど、素晴らしい技だから本来は。だから何が来るかも読めなくて、一応エスパータイプの最近に打てば取りやすくはあるけど、ココ風と熱風でトリル返しを相手が考えてくるかどうか。めっちゃ痛い。当てる。ここエルカで当てれば倒せそうですね。あ、トリル返し読みトリルって言ったのか、あれ相手のオロット。こっちはトリル打ってないんだが、しかしオロット倒れる。3回あっさりと相手の初手の並びを崩したので、相手2回目のトリルは打てない状況になりましたね。おそらくトリルアタッカーはバクーだと、ハリティアマあたりかなと思うんだけど、違った。フレセリア月の光で熱風、バクーダは大地の力を覚えるはずなので、今ヒードラン狙ってくるかどうかですね。一つポイントは、お題隠れ正義なんですよ。さすがに耐えないなって感じ。しっかり熱風当てる。クワガノを大きく削る。次猫魂打ちながらもヒードラ身代わりでいいかな。電気 Z 来る可能性あるけど、まあ電気レッドじゃ死なないでしょう。猫魂を爆打方向打ちながら、熱風。一応電気レッド食らったら身代わりが張れなくなる可能性があるので、安定コードはこれかなと思って動かしました。バクーダのみ守るか。Z 技ですね。虫 Z か。初めて見た気がする、レートでは。じゃあ、初めてっていうか、特殊虫ジェットなんだよね、これ、サザメキベースの。よく考えたら、自分、最初期に、フェローテで使ってたわって今思いました。思ったより強くてビビってる。
僕の体で相当耐久いってるから、まあ、ギリギリ耐えた感があります、ね。ワガナを倒して取り入れ状況が終わるんで、まあ、僕の勝ちかなって感じ。ん？ドリルラストだっけ？あれ？ドリル終わったって表示出ない。あ、まあ、もう一旦あるか。もう一旦あるか。フィーチしながら、フィードラを守る。対戦ありがとうございました。ジンのアンティさんに勝って、一勝。今10分ぐらいなんで、もう一試合だけやりますかね。虫ジェットを久々に見たのは本当に印象的でした。1720、88試合、あと12試合で100戦、51勝37敗。オロットとランクルス並べてたのはやっぱ挑発対策なのかな。絶対取りで決めたいからっていうとだったんでしょうか。ただオロットの2ターン目の動きはトリル返しを見取りでって感じだけど、アメリカニューヨーク州のバザルニアさん、アメパーティ、ニノトノ、キングドラ、カポエラ、メタグロス、シリバナ、シャンデラ。シャンデラがトリルを覚えてるかどうかとぐらいか。素早さはデンジャーは一貫しそう。クレセボルト、ヒートラン、ガルーラできますかね。デンジャーはまあ一貫しますよね。電気もこういないし、平石いないし、まあそう、同じことか。限界雨対策でクレセボルトを採用してるんですけど、まあ雨パーティーにも全般にも刺さると思うから、これでいきましょう。ランドロスを出さなかった分、ちょっとチャンデラメタグロスの扱いで注意かな。対戦よろしくお願いします。天候雨パーティーの場合は、玄関雨ってパーティーの流行りが凄まじいから、それ以外の雨パーティーを見るのがめちゃくちゃ珍しい感じがあります。アメリカのバザールミヤさんというのかな。対戦よろしくお願いいたします。不思議バナによるとも、すげえ予想外のみたい来た。ホイール風打ちながら、電磁を尻花方向に。尻花がまあメガですよね、多分。リザバナじゃないから、メタグロスと尻花両方メガの可能性ありましたけど、バナ探知で出てくるってことは、こいつがメガなんだろうと。ニョロトノは2方向に10万ボルト打ってもよかったんですけど、おそらくニョロトノ守ると思ったんで、もしか交代するかと思ったんで。メガ進化しない。しかもニュートン守ってない。ボルトロス前で動かしてくるんだ。その行動は予想外。日本バレー初手打つのも考えたけど、残念ながら足りない。ボルトロス前でニワトの普通に動かしてくるのすげえなって思ったけど、しかもハイドラポンプ打ってきたんだよな。日本バレしながら熱風、
シギバナが引っ込んで、シンガドラ。ちょっと待って、ちょっと待って。スカーフなのか、こいつ。スカーフにの塔だったのか。なんてに、ここで風一回打って抜いてると思って動かしてしまった。アホですね。めっちゃアホなことしましたね。覚える風しながら、ニワトラ絶対引くと思うんです、カーフで。グローパンチを、ニワトラの方向に行きます。めっちゃアホなことした。なんでスカーフ考えんかったやろ。はなんでそっち引くの。シャンデラはいなかったんで、殴り倒すことは可能だけど、きついな。スカーフニャオトノに対して2本バレ打ってないのは本当ミスプですね。限界は意識しすぎて、スカーフニャオトノっていう生き物が存在するの完全に忘れてた。最高値に装置に、不思議場の方向に。ガルーラはセミタクロカポエラ方向に。まあ、猫魂がガルーラ方向来ると思うけど、多分。切り返せるか、何人残り2体から。どうでしょうね。ちょっとかなりきついな。シギバナが入ってくれないときつい。ギリ倒せねえ。あー、何それ、毒ゼット。ほう、なんだそれ、メガ進化じゃなくて毒ゼットなの。これ耐えても反動で捨て身で死にそうになるから超きつそうだな。シキバナ麻痺ってくれないしな。サイコキネシスと捨てに行ったら反動しねえよな。グローパンチを囲える方向。スギバナここでしびれてくれればいいんですけど、しびれねえと思ったらな、そっち動いて吹かしてるから助かったのか。両方倒したくないんだけど、凍える風打ちながらグローパンチを尻場の方向。
死んでからがだいぶ削れて、ワンチャン勝ち筋できる？最近で落ちるか微妙なところだな。スカーフに頭きそうだよね、当然のごとく。あー、ここ闇やな。不意調ネットのやつ、不意調キングダムのやつ。ニワトロに不意打ちます。当てればニワトロ落ちるはず。キングドラが引っ込んだ。読みはバッチリ。超強い不意打ち。絶対絶命の状況やったけど、なんとか巻き返して勝てそう。タレジョータなんで、キングドラの特性水水による素早さ2倍ブースト効果はなくなります。不思議花がメガシンクじゃなくて毒ジェットだったことと、相手のネオトロンスカーフ、まあ、スカーフ読みは本当に僕がバカなだけなんですけど、それをなんとか回避して逆転勝ちできそうです。大変ありがとうございました。めちゃくちゃ危なっかしい内容でしたけども、2連勝ですね。無事レートを上げることができました。アメパーティーでジェンカーメラとニオトロの持ち物が格闘 Z か、何回復系の木の実とか耐久上げてのイメージで、スカーフニオトロってのがアロールダブルじゃなくて昔のカロスダブルとかだったらいたけど、ニオトロのスカーフの意識がすごい自分の中で低くなってて、無警戒で動かしてヒートラン無償で落とされたのがあれでしたね。ポルトロスが初手で落ちたシーンも、守る日本バレから入る身長の立ち回りしてればもっと安定して勝てたと思うんで、本当に反省です。最後まで見てくれてありがとうございました。サンキューウォッチングマイビデオ、 See you next time、 バイバイ。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。活動を応援してくださると嬉しいです。